解説もお願いします。はい、じゃあ早速いきましょうか。はい、この視野はあのゼルダ無双のストーリーの中ではもうとにかく最後の敵として、はい、あの戦ってる敵ですので、敵だとすごい強いんですよね、はい、なのでプレイアブルキャラクターでも大活躍してくれます。使った武器なんですけど、そこからもう鞭のようにあの伸びてですね、はい、攻撃することができます。で、魔女ですので、こちら魔法もあのもちろん使いこなすことができます。はい、基本的なあの基本コンボのところがどちらかというとこういった構造を使った鞭 で、うん、でチャージ攻撃がそれぞれいろいろな魔法が繰り出してくるというような形ですね、はい、なるほど、はい。で今見ていただくとあのダークリンクといって、ええ、黒いリンクがですね、はい、召喚されて攻撃してます、はい、あ今、はい、いますね、4人、4人もリンクを出してますけど、はいはい、これも普通 の、 あのチャージ攻撃の中に入ってますんで、はい、ぜひ使ってみてください。なるほど、はい、この視野の特徴としてはあとはあれですね、あ、これ必殺技ですね。左の上側にあの視野にはあの2つ目のゲージがありますけど、これはあの他のプレイアブルキャラクターでもありましたけど、このゲージをチャージ攻撃を1回出すと溜めることができるんですけども、そうすると攻撃力がアップします。また闇の属性がつくので、まあ、そういった属性が有利なところではよりあのダメージを与えることができるようになります。なるほど、はい、今溜まってますね。そうですね、かなり強力です。このあの今チャージで左のゲージを貯めている時には、はいはい、敵の攻撃を食らってもそのノックバックっていうかやられが出ないようになるんですね、なのであのチャージ攻撃のどちらかというと今回モーションがあの攻撃が強力な分ちょっとあの攻撃が遅いんですよ。なるほど、この辺の、ゲージを貯めておくとチャージ攻撃もいろんな敵に出しやすいというような特徴があります。なるほど、はい、これ今あのチャージは使った状態です。そうです、はいはい、これですね。これで今ゲージが入り始めてるんです。これがある間は殴られてもビクともしない、はい、おー、なるほど。ちょっと誰にも殴られませんでしたけど殴ってくれないこれがあのこういうリザルフォスとかあの途中で強いあの、まあ、よくこう中ボスみたいな、はい、ような呼んでるこういった名前付きのキャラクターと戦う時にはこの辺をうまく使ってもらうと倒しやすいと思います。使いどころも重要ですね。そうですね、うん、はい。がいいですね。そうですね。今回ゼルダ無双では、はい、プレイアブルキャラクターでラナっていう白い魔女の女の子がいてですね、その対となる形でこのシェアというキャラクターがいます、うん、でゼルダ無双先ほどの開発当初はまあオリジナルキャラクターですから、はい、まあ、どれだけその、まあ、ゼルダファンの皆さんに受け入れていただけるかわからないよねっていう中で、うん、このキャラクターのプレイアブル化っていうのは当初は考えてなかったんですけども、実際に発売するときにこう、はい、多くの皆さんからなんでこうシェアがプレイアブルじゃないんだっていうようなご意見すごい多くいただいて、はい、ですのでここはもうプレイアブルキャラクターにしようということで今、もう本当開発がですね、うん、ちょうどこのもう前日まで作ってた。そうですね本当に出来たてほやほやの、出来たてほやほやバージョン、本当にもう初公開ですね。そうですね、はい。
法を使うのでいろんなバリエーションの攻撃ができて、周りを囲まれた場合はこんな風に全方位に攻撃することもできます。あ、なるほど。遠くに敵がいるなと思ったら遠くに弾を飛ばすっていうこともできます。このようにリンクを出して攻撃するってこともできる。バリエーションに富んだ攻撃ができるようになってますね。比較的使いやすいキャラクター、ね、そうですね。このダークリンクも実際にレジェンドモードというストーリーの中で、まあ、視野が呼び出してリンクと敵対するというようなシーンがあるんですけど、それがあの今回プレイヤブルだと実際に技の中の1個に入れちゃってますね。なるほど。ガンガン呼んでますね、ダークリンク。必殺技も結構他のキャラは自分の前方を攻撃することが多いんですけど、このキャラクターの場合はもう後ろも横も全部含めて吹き飛ばすような強力な必殺技が使えるようになってます。クリンクは回転しましたね。回転しました。はい。本当全方位にと敵に囲まれた時なんか有利ですね。そうですね、はい。かなり使いやすいキャラクターにできたと思うんで、うんうん、例えばアドベンチャーモードでちょっと難しいミッションなんかも、はい、このキャラクターレベル上げてチャレンジしてもらうと面白いかもしれないですね。はい、お、今水が引いてきますね。じゃあ。まあ、おなじみの SE もなったことですし、はい、今日はこの辺までに、あ、この辺までするのはこの辺までにしますか、はいはい、豪快アクション、じゃあこの辺までということで、古澤ディレクターどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。